はい、小村です。最近ちょっとね、テニスの動画を撮るためのカメラ機材のお話をですねアップすることがまあ多かったりするわけなんですけれども、ちょっともう一個だけどうしても今日はね、お伝えしたいことがあって動画を回してます。それがですね、この真夏の炎天下の中、皆さんねテニス頑張ってらっしゃると思います。で、スマホの動画機能だったりアクションカメラだったりそういったものでですね動画撮影される方もいらっしゃるんじゃないかと思います。でその時にやっぱどうしても熱暴走、熱停止というものが避けては通れない問題としてあります。でそこで今日はタイトルにもあるんですけれども、100均でできる熱暴走対策ということでですね、カメラをあるいはスマホを熱から守るためのですね方法をちょっと今日はお伝えしたいと思います。しかも100均でできるんです。早速行ってみましょう。テニファン。はい、ということでまず最初に、用意していただきたいのはこれですね。これは何かというと、ダイソーで買いました。何枚かセットになってるんですけど、マイクロファイバーのタオル、雑巾かな、雑巾で、まあ、あの吸水性がいいやつを買いました。それとあとはこういうねゴムバンド、こう幅広のこういうゴムバンドでもいい、これあのマジックテープでくっつくタイプのものか、あるいはこういうね紐状のヘアゴムみたいなやつ、これあのいくつかセットで何本かセットになってるやつが100均で売ってます。あとはですねもう一個はねこれ霧吹きです。霧吹き、はい、これも100均で売ってます。こういったものを使っていきたいと思います。まず、僕の場合はこのオズモアクション4っていうねアクションカメラを使って動画撮影するわけなんですけれども、これをですね、まあ、あの三脚につけていくんですけど、ちょっと僕特殊で、あの特殊でというか、まあ、こういう三脚、まあ、これが三脚としましょう、三脚としましょう。ちょっと変わってますけどね、あの このずんぐりむっくりね、これについてはまた後ほど触れます。まずまあこれを三脚だとして、こういう形でセットします。で、これにどうするかというと、もう簡単です、すごく簡単。タオルをかぶせて、ゴムで止めます。でね、この時に大事なのが太陽を背にして被写体を向こうにする、いわゆる順光と言われる、逆光じゃなくて順光と言われる撮り方をすることですね。っていうのはもちろん順光の方が被写体がはっきり映るというのもあるんですけれども、これタオルで覆うんですけど、こっち側からの直射日光は避けられないんですね、このやり方だと。後ろからはこれでカバーできるので、まず太陽を背にして撮影すること、そしてこのタオル、マイクロファイバーのタオルをこういう形でかぶせて輪ゴムで留める。でさらにはこの霧吹き等で、ね、このタオルを濡らしてやる、湿らせてやるっていうことが大事です。でそうすることで、暑さから守るっていうことができます。直射日光から守ることができます。これと同じことを例えば、スマートフォンをお使いになられる方っていうのもいらっしゃると思います。ちょっと外します。スマートフォンですね。でスマートフォンを使うときっていうのはこういう形でホルダーに装着して三脚にセットされることが多いと思います。その時にレンズ側を下にしてください。逆じゃなくてレンズを下側にするっていうこと。でそうすることでタオルをかけた時にタオルがレンズにかからないようにできます。でこれで輪ゴムで止める。で先ほどと同じように霧吹きで湿らせてやる。で最近のスマートフォンはさっきのアクションカメラもそうですけれども、まあ、防水なので
これぐらいで湿らせても壊れないんです。なのでそういった形で直射日光をタオルで遮りつつ水分水を含ませてやることで熱くならないっていうやり方が結構効果的です。これである程度のことは防げます。こう画角がちゃんと入ってるかどうかこうタオルをこうねめくりながらこう見てもらってあ大丈夫だなってことではこれでポチッて録画ボタンを押していただければそれで録画スタートするので、まあ、こういう形が一ついいやり方かなと思います。でそれでもやっぱり暑さに勝てない場合もっともっと暑い場合はここからはですね100均だけじゃできなくてプラスアルファの部分になります。それがですねじゃんスマホクーラーです。これねここにペルチ素子っていうのが中に入っていてでこれが電気的にこう冷やしてくれるものになります。これはねこっち側につけるといいですね。こっち側につけるとでこれを回すのに電源が必要なんですね。バッテリーが必要なんです。で先ほど後で説明するって言っていたこのずんぐりむっくりこっちの方ですね。これ実はバッテリーが内蔵されていてこれで USB-C でスマートフォンなりカメラを直接充電しつつ USB Type A の口があってそこから USB Type A のケーブルを使ってごめんなさい USB Type C ですね。 USB Type C のケーブルから、これ こいつがですねマイクロ USB のタイプの口なのでこれをセットします。そうすると青く光って電源が入ってこれが回り始めました。でこれはファンを回してこのペルチ素子が吸い取った熱を放熱するためのファンが回っています。で一応これ吸盤がついているのである程度はこうくっつくんですけどちょっと心もとないのでこの吸盤がなのでタオルを乗っけた後に輪ゴムで上から押さえる。でタオルがカメラにレンズにかからないようにして録画するとこれで、クーラーで冷やしつつ直射日光も抑えながら、録画ができる。でタオルが乾いてきたら、まあ、15分に1回とか30分に1回ぐらい、改めてこの霧吹きで水を入れておいて水をシュ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 かけるっていうのをしていただければ相当これは熱対策になるんじゃないかと思います、ね、でこれがですね僕が今使っているこれ、このクーリングファンこれがだいたい3000弱ぐらいにAmazonで買えました。でこの下のバッテリー付きの三脚、まあ、三脚って言っても自撮り棒なんですね。こうビヨーンって伸びる、ね、自撮り棒なんですけどこれがですねテレシンっていうところの、バッテリー内蔵自撮り棒というもので、これもですね、後ほどリンクを概要欄の方に載せておきますのでもしよかったら参考にしていただけると思いますけれども非常にこの組み合わせがベストです。はい、これで暑い夏でもしっかり、テニスの動画を撮影していただけるというふうに思います。ぜひ試してみてください。ということでいただきます。